はいどうも皆さんこんばんは、モーシンです。今日もですね仮想通貨のビットコイン、イーサリアム、XRP、IOST、AXS、リスク、そして最後ソラナですね。今日は7通貨見ていきたいと思います。今日が2021年の9月の30日木曜日ですね。今日で9月が終わりということで、今がですね、19時41分を回ったところです。今日もですね、仮想通貨市場の動向と注目のニュース、それから総分析と戦略構築ですね、やっていきたいと思います。まずはですね、今日の仮想通貨市場の動向から見ていきたいと思います。今日の仮想通貨市場ですけど、 まあ全面的にですね反発してきたという風な感じですねえ、ビットコインもまあ1%以上、イーサリアンも1%以上、まあ、その通貨に関しても大きく上がってきた通貨もあります、き、まあ、昨日ご紹介していた AXS なんかも、ですね今日は結構大きくね、10%以上かな、上がってきたということですので、まあ、そのあたりのですね動向をアップデートしていきたいなという風に思っております、じゃあまずはですね今日の世界の株価、見ていきたいと思うんですけれどもえ、今日の世界の株価の前に日経はですね 29, 2 9452円ということで、0.3%ダウンということになってきました。 直近でですねアメリカの長期金利がね急上昇しているという,ふうなことがあってえアメリカのですねハイテク株が結構売られているという,ふうな状況があると思うんですがまあそれに連動して日経平均もですねなかなか上げにくい雰囲気がえ作られたという,ふうなことが言われておりますえ今日の世界の株価なんですけれども欧州市場に関しては今のところはですねそんなに大きな動きはないですがまあどちらかというとプラスですかね強含んで生きているかなという,ふうな状況ですねえ今日に関しては21時半かかららですすねえアメリカの GDP が発表されますそれまそ 新規失業保険の申請件数なんかもですね発表されまして、まあ、このあたりです、ね、21時半、えー、主要な経済指標発表がですね、えー、続いておりますので、このあたりちょっとね、えー、動向を注意したいところじゃないかなと思っています。また、明日はです、ね、まあ、10月1日ということで、月初めということで、これもまたです、ね、いろんなデータが発表されまして、えーまあ、一番大きなものとしては個人消費支出ですね、それから、えー、9月のですね ISM の製造業提供指数ですね、このあたりが経済のね、えー、回復を見る上で非常に重要な指標になってくるかなと思いますので、えー、注目が集まってくるんじゃないかなというふうに思っております。じゃあここ こ,こからです、ね、仮想通貨市場の注目のニュースを見ていきたいと思います。 えと今日はですねコインポストさんのニュース3つぐらい紹介していきたいと思うんですがまず1つ目ですねえこれも今日のニュースですけども全世帯に11万円相当のビットコインを配布するということでえアメリカのですねミズーリ州の市で実施するとえいうことがですね報じられておりますまだ実際に実施したわけではないんですけれどもえ今ですね計画が着実に進んでいるというふうな状況だそうなんですねえ同市市長は約1500人の全住民に世帯ごとに11万円相当のビットコインを配布することができるようになったことを コインテレグラフのの取材でで明らかにしたとというここなんですねこの配布の目的なんですけどここは大事で、えー、市民がですねビットコインを長期的投資手段として富を蓄積することを目的としているということなんですよねだから、えー、すぐに売られたらもうただのですね現金配布みたいなことになってしまいますので付与から5年間はその BTC にアクセスできない仕組みを今提案しているというふうなことも合わせて報じられておりますで実際にですねビットコインを配布する前にはビットコイン関連の教育ワークショップの開催などを計画していると いうことで、まあ非常にですね、まあ前向きな、えー、市であることがまあうえるということですね。えー、この動きっていうのはあの一部だけではなくてですね、アメリカの、えー、議員の中でもアメリカ政府はビットコインを保有すべきだというふうにですね述べている議員の方もいらっしゃいます。中国の動向に活路を見出しているということで、今中国がですね規制でどん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 、えー、仮想通貨を締め出しているというふうな状況がありますよね。まあそれを受けてやっぱりアメリカはですね今チャンスなんじゃないかというふうに見ている、えー、議員さんもですね、えー、いるということなんですね。このマスターズ氏はですねアメリカ政府はビット ビットコイン戦略的な蓄えとして今こそですね購入すべきだということで政府がビットコインを持つべきだということをですね言っているわけですね。 で他にもこの方ですね、トーミー氏っていうんですかね、ちょっと僕より読み方が分かんないんですけれども、まあ、この方はですね、中国のビットコインなど仮想通貨に対する取締りは、アメリカにとって大きなチャンスだと、アメリカが中国に対して大きな構造的優位性を持っていることを思い出させるものであるということをです、ね、述べているということですね、まあ、こんな感じで政府含めて、ですねビットコインを仮想通貨を、ね、今後どういうふうに位置づけていくか、それが戦略的にどういうふうに保有していくかっていうところが議論の対象になってくるというふうな状況で、えー、非常にいい環境になってきてるんじゃないかな。 と思いますますあそんな中で、ちゃんと規制のところもですね声が上がっていますよね、えー。アメリカの議員らがですねパウエル議長に仮想通貨規制の明確化を求める議案を提出したというのもですねニュースで報じられております。えー、暗号資産擁護派の、えー、トム・エマー議員をはじめとする7人は、えー、アメリカの FRB のパウエル議長宛てに書簡を提出したということですね。でこれも完全その、えー、仮想通貨や CBDC の話なんですけど、これを締め出すっていう話ではなくて、やっぱりちゃんと健全的にですね、えー、イノベーションを活性化させていく。 いいってううううのとととににででですすすねねね、えー、ちゃんしした規制を強化しよよ風ううなところがです、ね、背景にあるようです、ね、アメリカの金融イノベーションにおける優位性を保つためにど,うどのようにして関係省庁と連携していくのかだったりとか FRB は地方の連銀などとどのように連携して仮想通貨の数、まあ、でいわゆる保管業務だったりを望む銀行に規制の明確性を提示しているのかとか、えー、そういったところをですねやっぱり今後のところを考えてしっかりですね規制を強化していこうという風なところですので、まあ、こういった感じでやっぱり健全なですねイノベーションを促していく のしっかりですね基盤作りをしていこうというふうな目的でですね規制の議論が起こっているということはですね一つまあいい傾向なんじゃないかなと思っています。じゃあ最後にですねオンチェーンデータを見ていきたいと思うんですがいつも見ているビットコインの小口それから大口のですねアドレス数がどれぐらい増えているかというふうな状況なんですけれどもまあ相変わらず伸びていますね 0.1BTC 以上、を 1BTC 以上をこれが 10BTC 以上、100BTC 以上 100BTC 以上のところがかなりね伸びてきていますよね。で 1000BTC 以上クジラジの動向も もう引き続きき続にです、ね、伸びてきているという,ふうな状況です1万 BTC はそんなに、ねえー、横ばいですけれども、まあ、超大口に関してはそれほどですね、えー、減っていくような傾向も見せていないと、そういう中で、まあ、クジラ含め、小口も、えー、含めてですねアドレスの数を伸ばしているというところはですね、えー、引き続き評価できるポイントですよね。えー、イーサリアムに関しても同様ですね。0.11、それから10、それからこれが100ですね。1K1000、これが1万、もう全部イーサリアムに関しては伸びていますね。今日のところも引き続き続伸びている とということで非常にですねいい傾向が続いているんじゃないかなと思っています。 今日に関してはそんなにね動きがないのでオンチェンデータもこれぐらいにしておこうかなと思っていますまあ引き続きやっぱり大きくですね暴落していくような傾向っていうのは今のところはですね見えないんじゃないかなというふうに個人的には思っておりますそれではチャート分析の方入っていきたいと思いますはいそれではですねまずはビットコインの四時間足から見ていきたいと思います今のビットコインの価格は4万2800ドルですかねえっ、ー、と日本円でいうと480万付近を推しておりますまずですねビットコイン見る前に DXY ですねドルインデックスを見るとすごい勢いで上げて 今の状況を見ると、まあ、以前からです、ね、言っていた92.9というです、ね、重要なラインを突破して、えー、移動平均線密集からの,、まああの爆上げですよね、本当にこれ仮想通貨市場でもよく起こる形状ですのでこの形状というのはやっぱり、ねあのー、基本的には乗っていきやすい、えー、ところかなと思っています、やっぱりこ冷やしで,です、ね、押さえつけられていたラインをしっかり抜けることができたというところはあのテクニカル的に見ても非常にです、ねえー、強含む要因になるという,ふうな状況じゃないかなと思います。一気ににままで上昇しししてておりますしドル円に関しても、ね、112円関も もつけていますので。 かなりですね、ドルが買われていると、金、ま、利、あの上昇もあって、えー、引き続き、ですね堅調な動きになってくる可能性があるんじゃないかなというふうに見ております。まあ、そんな中で、えーと、ビットコインですね、四時間足見ていきたいと思うんですけれども、まあ、昨日言っていた高値切り下げライン、日本の高値切り下げラインがあったんですけれども、その短期的なところでですねしっかりレジスタンされてしまったかなというふうな状況ですね、まあ、一気に急騰した場面も今日の朝方ですね、あったんですけれども、今のところは抵抗されて落ちてきているというふうな状況です。ただし今日の上げによって四間足レベルでは20度50 えと抜けていくことができましたので、これがサポートラインに変わるかどうかというところが一つ注目のポイントですよね。で、まあ、これを確かに抜けていったとしても、えー、次ですね、またあの高値切り下げが控え,控えているということですね。なので、やっぱり上昇の糸口をつかむには、4万4千ドルの抜けというところが必須になってくるというふうにです、ね、考えていただければいいんじゃないかなと思います。なので、まあ、僕の個人的な主観としては、まだですねロングに入る判断というのは早すぎるかなというふうな考えですね。しっかりこの4万4千ドルを抜けたところからエントリーしていくことによって、かなりですね、 えーまあ楽にというかリスクを下げて4万8000ドルまでの上昇をですね取っていけるような環境ができるんじゃないかなというふうに思っておりますまだですねディセンディングトライアングルの最中ですのでえー今からですねまた4万1000ドル試すという可能性も十分考えられます特にアメリカの市場がですねえー今デフォルトの危機にあるとかまあそういうふうなねえ話題もあってまあアメリカにのはの債務上限というのがあるようなんですけどその債務上限をもう取り払わないともうこれ以上ですね債務は増やせないもう財源すら確保できないというふうな状況に今陥っているということですねで それで民主党と共和党がですねかなり、えー、議論がですね白熱していて揉めているという風な状況で結構、えー、やばい感じになってきているようなんですね。なので、まあ、株価に関しても結構不安定になってきていて国債すらもです、ね、どうなるか分からないまあ、デフォルトしてしまうと国債踏み倒すわけですので、えー、国債がどんどん売られて金利がです、ね、上がっているという風な背景があるようですね。なので、仮想通貨市場においてもやっぱりアメリカ市場が、ね、大崩れすると、えー、仮想通貨市場にもやっぱり貯金のところは連動して動いてきているというところがありますのでやっぱり不確実性は高いっていう と,いうところは、えー、ちゃんとですね意識した上でエントリーしていかないといけないかなというところですねまあそういったところを加味するとやっぱり4万4000ドルからの上昇ですね今は狙っていき,いきたいところじゃないかなというふうな考えですね。 えー、イーサレムに関しても同じような感じで動いていますとりあえず下に関してはここの2780、70付近が硬いというところは直近でですねこう見せつけられているという,ふうな状況ですね、まあ、その中で、えー、高値をずっと切り下げていますので、えー、ここからですね上がっていけるかどうかまあ今のところは20と50を4時間足レベルで超えましたけれども引き続き上はですね重たいわけですねなので、えー、とビットコインの4万4千ドルというところに関してはイーサレムでいうと、えー、3170ドルです、ね、以前から言っているこの水平線ですねここを抜けていけば下落のですね 平行チャンネルの上限値も抜けていって移動平均線もえほとんどですね抜けていくことができるということで上がかなり軽くなりますのでまあこういったところからロングを狙っていくというのがですねセオリーな攻め方になるんじゃないかなと思っています XRB に関しては90セントなんとか守っていますよねまあ動き方に関してはやっぱりもうビットコインインスラムと同じような動きでえ今動いてきてるんじゃないかなと思います90セント割られたらまずいですけれどもえ今のところ20と50をですね抜けましたのでまあこの辺りですねえサポートされながら上に上がっていけることができるかどうかというところですねで引き続きも こう山のような形になっていますけれども、このあたりっていうのは、まああの出来高がですね、結構少ないと。で、やっぱりこの1.1から90。えー 九十セント付近ですね。このあたり出来高上がっていますので、まあこれどちらかの抜けからですねトレンドがあの発生する可能性が高いということで、超短期でね、えー、トレードしていく分にはいいと思いますが、まあデイトレー含めスイングぐらいの感じでですね攻めていく分に関してはやっぱり、えー、このラインをですね抜けたところからのエントリーというところが、えー、一番ねセオリーになってくるんじゃないかなと思っています。はいここでまあボックスっていう感じでもないですからね、やっぱり上のグループと下のグループで張り付いていますのでなかなかこう、えー、ボックス相場の中の逆張り的なですねエントリーっていうのもちょっと難しいかなと今のところ。 思っておりますすす、えー、iOST ががででねね元気がないです、ね、で今のところ、ここのですねディセンディングトライアングルが意識されているよというところをですね昨日の動画でもお伝えしたところなんですけども、まあ、そのディセンディングトライアングルを割ろうとしています今がですね5.1セントまで落ちてきていますので、えー、ちょっとこれに関しては、まあ、4.6セントまで、えー、一時的に下がるというのはですね覚悟しておかないといけない相場になっているかなというふうに思っております今からですね例えばこの5.1セントね、えー、ちゃんと守ったとしてもやっぱり上野は、ね、まだまだ重たいですので引き続きやっぱり下目線でね 警戒してておかかなななないといいいいとととけころじゃないかなと思っています、まあ、一方でえ、昨日もお伝えしましたが、上昇に反転していくのであればえ、この6セントですね、6セントをしっかり超えることができれば、えー、移動平均線も全部抜けていくことができますので、まあ、そのあたりから短期的にですね上昇が見込めるような祖母環境になってくるかなというふうなところですね。AXS に関しては昨日の動画の通りですねこの71ドルのところをきれいに抜けていったところから、ですね一気に上昇しました。一時ですね、えー、っと79ぐらいまで上がっていたんですけど、今、若干ね、抵抗されて75。 ぐらいのところまでで下がってきてきいるという風な状況です、まあ、この下げがですねどこまで続くか、この71付近までもし下げることができれば、そこは相当なですねチャンスになるんじゃないかなというふうに個人的には思っております。まあ、出来高もですね4時間足レベルで上がってきてますので、あとはま4時間足レベルで作られたここのですね大きな出来高ですね価格帯別の71付近まで落ちてきた相場というのは、やっぱり買いやすい1つのね指標になるぐらいなる価格帯になると思いますので、えー、まあ移動平均線のこのゴールデンクロスも合わさって、ですねここから買いやすい相場が作られてきたんじゃないかなというふうに思っております。まあどこ どこまで狙えるかというのは、とりあえず今のところはこの直近高値のですね、えー、92付近ですかね、まあ、この辺りまでは、えー、上昇がですね継続する可能性はまあ,あるんじゃないかなというふうに今のところは見ております。えー、リスクが、ね、今日すごく上昇しました。で、今ですね、これ3.1ドルまで上がってきてるんですけど、出来高もすごいですよね。えー、今のところ、この3ドルのですね水平線、ここってすごくね重要なラインでして、えー、直近何度もですねサポート、レジスタンスを繰り返したラインになっているわけですね。4時間足レベルでで今ここのラインをすすね超えようとしています はいまだね、超えたという風な判断は難しいんですけど、今、実体レベルでも超えています、4時間足レベルでですね、なので、このあたりをしっかりですね守って上に上がっていくような相場になれば、一時的に,一時的にですね上が狙えるような環境になってくるかなと思います、リスク、ちょっと今のところ、ですね直近で結構弱い動きをしていましたので、えー、下落のパーフェクトオーダーの形状ですね移動平均線が全部下向きっていう風な感じになっているわけですけど、一つ起点となるのが3.2ドル付近ですね、だから今の価格帯をしっかり抜けることができれば、反、え、転、ー、の兆しが見えてきて、本格的な上昇に関しては、ここのラインですね、 3.8ぐらいのこの水平線をしっかり抜けていくことができれば短期的にも大きなですね上昇が見込めるかなというところでちょっとまあ今のところですね急としたっていうところで乗っていきたい感じはあるんですけどしっかりここのですね3ドルをあの底固めできるかどうかというところをしっかり見極めてからのエントリーで <laughs> やっていかないといけないかなというふうに個人的には思っております。最後ソラナですねソラネにか えー、ソ空に関しては直近で爆上げしていましたよね、えー、9月9日に向けて一気にです、ね、上昇しましたけれどもそこからずっとだらだら横ばい相場を続けています、まあ、そういった中で4時間半レベルで移動平均線が密集してきておりますよね、はい、なので、えー、下に関しても安値を、ね、切り上げ出していて高値に関しても切り下げ出していてで三角持ち合いの形がです、ね、作られてきているという,うな状況です、えー、ここからです、ね、一気にこの移動平均線、ね、145今が136ですので145のところを抜けていくことができればこの水平線 とも合わさってですね一気に上が軽くなっってててくくるるるととといいいうことで、えー、上昇相場がが再開される可能性が出てくるんじゃないかななか思っていますなので、えー、今はですねまだ様子見ですけれどもここから一気にね伸びるような相場があればしっかりですね分割しながらエントリーしていくっていうことでリスクを下げたトレードがですねできやすい環境になっていくんじゃないかなというふうに思っておりますはいということで今日もですね、えー、7通貨見ていきましたまあやっぱりですねアメリカの市場がなかなか先を見通すことができないっていう感じでですねまあ今世界的にも中国の問題も含めて、えー、不確実性がですねかなり高まってきてるかなと いそんな中で、えー、仮想通貨市場もですねなかなか動くことができないという風相場が続いております。まあ、それで中でもやっぱりテクニカルを見るとですね、えー、どこが重要なポイントかっていうのはまあ分かってきますのでまあ、そういった不確実な外部環境がある中でトレードをしているというところはしっかり、えー、肝に銘じた上でえで、ー、そういったテクニカルを駆使したエントリーをですねしていけばいいんじゃないかなという風に個人的には思っております。ということで今日の動画はここまでにしたいと思いいまます最後までごご視聴いただきありがとうございます。